だって人間が生まれてきて成長するっていうのは、なんで成長するのっていうのは、人間関係で成長するんですよ。だって生まれてきて死ぬまでの間、誰とも会わないでずっと生きてきたら何にも成長しないですということですよね。いろんなトラブルがあり、トラブルが必要なんですよ。なるほど。100メートルで10秒切った人がいて、せーのでこういった時にほんのちょっとこう出るか出ないかで 0.00 何秒で金メダルか全然最下位か出るじゃないですか。でそこで光るためにはどうしたらいいかっていうのがあるわけですよ。教えてください。これもね、面接につながるんですよ。